今日のレースは昨日と違ってちょっとスタートを失敗してしまいまして4位まで落ちてしまったんですけど、車の調子もすごく良かったのできちんと追い上げて2連勝することができました。ありがとうございます。ポールの回数は非常に多かったと思うんですけどそれでも勝てないレースが続いて結構自分の中でもなんていうんだろうプレッシャーをかけながら今回に挑んだレースだったのでそのレースできちんとシーズン締めくくりとしてポールも2回ファステストも取れてコースレコードも更新できて優勝できたのが非常に嬉しいです。